ヘビを殺そうとするルルと、それを止める、よう説得するサハスラパート。ルルは、インド神話の登場人物である、プラマティトグリターチーノコで、聖戦、チヤバナとスカニアーの孫にあたる、プラマットバラーとの間に、シュナカを設けた。非常に長い寿命の持ち主で、自分の寿命を死んだ妻に分け与えて蘇生された、物語が知られている。 ルルは聖戦ストゥーラ傾斜の幼女、プラマットバラーに恋をし、結婚を望むようになった。ルルがそのことを父に伝えると、父は聖戦にルルと、プラマットバラーとの結婚を申し込んだ。聖戦はそれを受け入れ、結婚の日取りが決められた。ところが、プラマットバラーは遊んでいる間に毒蛇を踏み、噛まれて生き耐えてしまった。ルルが悲しみのあまり森をさまよっていると、 神の使者が現れて、プラマットバラーを蘇生させる方法を告げた。それは、自分の寿命を半分与えるというものであった。ルルはためらわず、寿命を婚約者に与えることを望んだ。そこでプラマットバラーの本当の父であるガンダルバの王、ビシュバーバスと神々の使者は、山神のところに行き、ルルの願いを叶えることを求めた。こうしてプラマットバラーは蘇り、二人は、 結婚することができた。しかしそれ以降、ルルはヘビに対して深い憎しみを抱き、ヘビを見かけると怒って、すぐ殺すようになった。ある時彼は、森で無害なヘビに遭遇し、杖で殺そうとした。ところがそれは、サハスラパートという聖戦が呪いによって、ヘビに変えられたものであった。聖戦はルルを悟した後、姿を消したという、ありがとうございます。